はい、どうも、メンヘロさんです。今日ですね、ワクチン、4回目のワクチン、ファイザーを打ちました。で、今ちょっとね、ぼーっとしてきてるというか、ちょっとしんどいなっていうような状況です。で、まあ、そんな中でですね、まあ、とりあえず、1本話そうかなと思ってるのは、くら寿司じゃないな、かっぱ寿司が、まあ、言うたら、会社が書類送検されて、で、まあ、元、はま寿司の、役員がですね、まあ、捕まったということで、続報というか、まあ、失敗こそさんが挙げてたんで、まあ、その話の、ちょっと深掘りの話をしたいと思ってます。で、まあ、なんていうんですかね、情報漏洩の件からすると、まあ、同業他社にですね、移籍して、情報が漏洩するなんていうことはよくある話でございますと。ただ、はま寿司の元社員とつながってて、そのメールっていうんですかね、情報を現役の社員からもらってたっていうところが、まあ、今回のポイントでございまして、それはまあ 100% アウトでしょというところで多分捕まったんだなと思うところでございます。で、まあ、それなんですけどもね、まあ、言うたら、失敗小僧さんもいろいろこう、まあ言うたらいろんな、外食産業って結構ノウハウがたくさん詰まってたりするところもあるんで、まあ見せないところとかいろいろありますよねっていう話なんですけども、おじさんが知ってる話で言うとですね、一風堂、ですね、力の源ホールディングスで、力の元ホールディングスって言うんですけども、まああれで私、420万、一発で稼いだ記録があるんですけども、あそこも、ラーメン、が、まあ言うたら売りなわけですよね。そのラーメンの麺とスープと、具の、ノウハウを別々のところでやってるらしいんですよ、確か。で、それはだから、まるっとその、言うたら、一風堂って言ったら僕はもう白味噌派なんですけども、白味噌じゃない、白丸派なんですけども、まあそれも、僕の友達とか赤丸派だと思うんですけども、で、あれ、だからスープと、まあ、麺と、トッピングと、全部分けてるんですよ。その開発部門ね。っていうようなところで、その一箇所に技術が集中しないようにするっていうようなところであったりとか、いろいろ対策されてるはずなんですよね。で、まあ、コカ・コーラで言ったら、あんなみんな真似したら絶対ウケると思うじゃないですか。あの秘密の配合比率も、あるも門外不出のはずで、だからそういう、なんていうんですかね、コアな部分っていうのは、やっぱりこう、まあ、仕組み的に、そういう、まあ、一歩堂みたいにするのが多分一番いいんでしょうけど、仕組み的にね、全部盗めないようになっとるわけですよ。まあ、まあ、なっとると言っても、まあ、まあ、山岡さんね、おいしいもの山岡さん並みの下であったら、配合とか、隠し味とか、まあ、気づくのかもしれないですけども、一応そういう、レシピ的なものとか、コアな部分って隠すための仕組み作りみたいなのをやってるんで、まあそういうようなところで、気をつけるっていうことは必要なんじゃねえかなと思うと、いうところなんです。で、それと、まあもう一つは、まあこれも失敗ことさん言ってたんですけど、同族経営でやって、まあ言うたら利害関係者をできるだけ減らすというようなことが大事なんじゃねえかっていうような話をされてて、まあ言うたら一括採用して、辞めさせない、ですと。で、まあ退職するまで辞めさせずにいて、やると。で、まあできるだけ、その離職率というんですかね、同業他社に移籍してどうのこうのっていうのは、避けると。避けるための方策も立てると。こういうのが、まあ、ね、一つですね。と、まあ、楽天モバイル、ソフトバンクから楽天モバイルに行った人が、情報を流出したってことで、ソフトバンクから1000億の、損害賠償を訴えられているってことも挙げてはったんですけども、まあ、そういう、言うたら、まあ、懲罰的な意味も含めてね、やるというところなんですけども、まあ、韓国にめちゃくちゃやられてますからね。だから、言うたら2倍、3倍の給料払って引っこ抜くっていうこともめちゃめちゃやられてますから、その辺のところは結構厳しくなってるんだと思うんですけども、やっぱり、言うてもらうお金が少なくなかったら裏切るのも多いですし、で、まあ、気持ちだけで頑張ってください、ね、駐車精神で頑張ってくださいって言っても、そら飯食わなあかんのは社員ですから、だからそこのところをまあ考えた上で、もうあえてそういうスキルっていうんですかね、コアにある技術を絡ませるメンツにはまあたくさんのお金を与えるか、そもそも細分化して、そういうところに近づけないようにするか、
っていうのが、まあ、仕組みとしては大事だと。で、まあ、入社させてからも、入社した人はですね、できるだけ辞めないように待遇を良くしてですね、なんとか、まあ、穏便に済ませるというのと、まあ、同族経営という形にしてですね、やっていくと。まあ、だそういう会社って結構、京都は多いんですよね、そういうのって。一族経営とかね、全然聞きますし、はい。で、一族で喧嘩したのは餃子の王将と大阪王将ですけどもとかな、まあ言うたら、一族間の争いでね、スキルが分散するっていうのはまあ全然ある話なんですけども、まあ、そういったところを見ながらですね、いろいろ考えるところがあるんじゃねえかと思った次第でございます。まあまとめるとですね、まあ今日コロナのワクチン打ったのちょっと僕はぼーっとしてますという話と、まあ、くら寿司じゃない、かっぱ寿司の話でですね、情報流出を避ける方法って、仕組み作りっていうのが一つと、職場環境であるとか、まあ、会社のその同族経営、その二つですね。まあ、言ったら仕組みでやるのか、組織をきちっと言ったらがっちり固める方でやるのか、まあ、その方法でですね、情報流出を防ぐっていう枠組みをきちっと作っておかないと、まあ、今回みたいな事件って起こりますよねというところで、もし起こるにしても、そういう人たちにはちょっと給料を多めに払ってですね、裏切らないようにする、あるいはその、まあ、言ったらちょっとまあコンプラ的にどうなのかと思うんですけど、まあ、娘婿にするとかね、それは、昔からよくある話ですよね。大阪の、言うたら、まあ、財閥系の、その、番頭さんを娘婿にするっていうのは、結構聞く話なんですよ。息子はどうしようもなくても、言うたら、まあ、言うたら、優秀な番頭さんやったら、家に取り込むっていうことをすると。いうような形で、家を守るっていう、そういう、言うたら、まあ、文化があったっていうのは僕は聞いたことがあるんで、そうなんですよね。ボンクラ息子はどうしようもないけども、本当に、言うたら優秀な向こうやったら、まあ、絵画聞くとか、何でも選べるので、はい。っていうようなところで、まあ、そんな感じですかね。という話をちょっとしたかった次第でございます。以上です。